試合警察法は日清戦争後に高まりを見せ始め、先鋭化しつつあった労働運動を取り締まるために、1900年3月10日、第2次山形内閣に制定された法律である。それまで自由民権運動を念頭に置いて政治活動の規制を主な目的としていた集会及び正社法に、労働運動の規制という新たな機能を付加した上で、 継承発展させる形で制定された。第二次世界大戦敗戦直後の1945年11月21日に法律が廃止された。全33条より構成。治安維持法とともに戦前の有名な治安立法として知られる。新民の言論の自由、出版の自由、表現の自由、集会の自由、結社の自由は法律の範囲内で存在するとする。 第2本帝国憲法第29条に対して加えられた制限である。第1条内し第19条が集会、結社、多州運動の取り締まり方法に関する規定で、すなわちが規定された。第20条以下は罰則である。第17条はストライキを制限するものであったが、1926年、大正15年法律第58号により削除され、変わって、 暴力行為等処罰に関する法律が制定された。第17条左の各号の目的をもって、他人に対して暴行、脅迫死弱派公然引きしまた派第2号の目的をもって他人を誘惑、弱派先導、することを独す一労務の条件または報酬、二脊子共同の行動を試す壁団結に加入、せしめまたはそれの加入をぼくることに同盟解雇。 弱派同盟企業を遂行するかため使用者を、シテローム社を解雇、せしめ弱派ロームに従事するの申し込みを拒絶、せしめまた派ローム社を、シテロームを定廃、せしめ弱派ローム社として雇用するの申し込みを拒絶、せしむること三ロームの条件また派報酬、にぜきし相手方の承諾を強いゆること工作の、目的に出つるとちちん退の条件にぜきし承諾を、強いゆる固め相手方に対し暴行。 強迫死弱派公然引きすることを毒す、引きとは、誹謗し、既存すること。他の悪口を言い,い名誉を既存すること。また、第5条では、軍人及び警察官、新職僧侶や教員などと共に、女性が、政党などの政治的な結社へ加入すること、また政治演説会へ参加し、あるいは主催することを禁じた。女性らの生涯運動により、1922年3月には、 女性の集会の自由を禁止した第5条2項の改正に至った。しかし、女性の結社権を禁止した第5条1項は残されたため、婦人団体を中心に、治安警察法第5条全廃を求める運動が、その後も続いた。ありがとうございます。